佐賀新聞は佐賀県佐賀市に本社を置く佐賀新聞社が発行する佐賀県の日刊地方新聞である。佐賀新聞は長官単独であるため新聞に代わる勇敢という位置づけでその日に起きた県内の出来事や話題を伝える番組として平日夕方に佐賀県のケーブルテレビ各局でテレビ勇敢を放送している。番組は佐賀新聞デジタル編集部記者 日渡し三則が司会を務めている。週末にはそれをまとめた、テレビ夕刊ウィークリーも放送している。また、YouTube でもデイリー版を配信しており、県外でも視聴できる。2011年3月の森林天気の設置に、伴い、4月1日長官より二部首としてリニューアル。これは当時、工芸新聞、山梨日日新聞、福井新聞でも行われている方式であった。 また新紙面を作るにあたって、科学者、モテギ健一郎の監修を仰いだ。しかし2012年4月、わずか1年で紙面を一部編成に戻した。通例の第3面の内容が、周面から4面目にある異例の構成となった。その他、佐賀県内の c a t v の番組欄が掲載されている。2020年12月15日佐賀新聞の下、 販売店主が過剰な新聞の仕入れを強制される、押し紙被害を訴えていた、訴訟の控訴審は、福岡交際で和解が成立した。この販売店では、本来2500部弱あれば済むところ、最大で500部を超える新聞を余分に仕入れていたとして、2009年から2015年の押し紙代など約1億1500万円を求めていた。5月15日の一審。 佐賀地裁判決は、佐賀新聞が2009年から2016年にかけて、各販売店に確認することなく、合計1万部を超える供給をやめたのに、トラブルが起きなかったことなどから、独占禁止法違反を認定。消滅事項の関係から3年分の損害などとして、約1070万円を認定し、佐賀新聞に支払いを命じた。ありがとうございます。